の超巨大兵器により隣接するデザイン拠点が電撃制圧されました。この兵器は進行速度こそ非常に遅いものの圧倒的な射程距離を有するニュートロンポリマー砲を搭載した陸上戦艦です。ここが有効射程距離内に入るのはいつ頃だ。デザイン拠点のデータを考慮するとおよそ8時間後です。さらに光学兵器は全て無効、また強力な対空兵器も実装されています。最悪ね。ただそうなると残された手段は機動力に優れた地層兵しか。そりゃそれしかないけど、そんなデカ物を止めるほどの火力私たちにはないよね。その通りだ。あの巨体を完全に破壊するのは難しい。そこで今回は戦闘艦を打破するのが目的だ。まずはあの巨体が大きく動きにくい帝国に誘い込み、無限のエンジンを破壊する。そう簡単に懐に潜り込めるかな。もちろん、ただではやらせてくれ。そのためには餌が必要となる。ユーリとキッドは左舷側でおとりとなり、敵の砲撃を誘い出せ。やっぱり餌か。やっぱり餌だ。死角から俺が懐に入り、エンジンを一気破壊する。対象の速度が下がったら二人も一気に懐に潜り込む。本体に取り付いたらメインエンジンとニュートロンポリマー砲を破壊しろ。そうなれば奴は逃げるための推進力と進行する理由を両方失う。ここまでを電撃的に行うことで奴らの戦意を奪うことも期待できる。そうなれば我々の勧告に従うしかなくなるさ。隊長、そんなにうまくいきますか。だが8時間後にはここが火の海になる。他の作戦が思いつかない限りこれで行くしかないだろう。やりましょう。そうね、やることやってから後悔。では出撃準備を整えるぞ。決定ボタンをスイッチしろ。反撃が来るぞ。回避に集中しろ。対象のエンジン出力減少を確認。速度が低下しています。よし、前期突撃。肌に暴れ回ってやれ。戦闘艦のエンジン出力が減少、速度が 30% 近く低下しています。
艦長に次ぐ。機関の心臓部は我々が制圧した。これ以上我々はこれ以上の戦闘を望まない。長として勇気ある決断をしていただきたい。クルーの安全は保証していただけますか。無論だ。全員等しく条約のもとに保護する。わかりました。投降するしかありません。艦長、お待ちください。卑劣な敵の誰ごとに屈する必要などありません。我々には残された最後の切り札があるでは。お前は何を言っている。それに艦長、あなたにはまだ仕事が残っている。我ら同胞に次ぐ。残念ながらこの艦壊滅的なダメージを受けた。しかも卑劣なる敵軍は降伏を申し出た艦長一方的に銃撃し亡き者にしたのだ。もはや敵に捕虜条約などとの綺麗事は通用しない。いいか、今からこの艦は艦長と共に聖なる鉄槌と化す。皆もこの艦に命を捧げろ。そしてクソ犬どもに、我々は投降などしない。オーバードライブしたニュートロンエネルギーをベルウッド基地にぶち込む。さて、ニュートロンエネルギーのオーバードライブは国際条約違反だぞ。それがどうした。ならばこいつのエンジンブロックを力ずくで破壊するまでだ。おう、リュウリ、攻撃はボディに集中しろ。よかろう。クソ犬どもの始末は私だ。こいつは俺が軌道を変えてやる。ニュートロン臨界点を突破しました。全機撤退してください。全機撤退してください。たった一匹の猟犬にやられると、面白い。この狩りは必ず返してやる。
逃げる気か。おっと、大事なことを忘れていないか。さーて、あの棺桶に追いつけるのかな。艦長通より司令部へ。作戦完了。状況を説明して。敵戦闘艦はわずかに拠点への軌道からそれ、ベルウッド基地の東20マイル地点で自爆しました。パウンド3は同ポイントにて破損、救難信号が出ています。パウンドリーダーの反応はありません。嘘でしょ。隊長、うわー